こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ゾゾタウンで購入したお洋服と雑貨の紹介をしたいと思います。はい。ずっとね、やるやる言っててね、ゾゾタウンって値下げが不定期にありますよね。それぞれの商品について別個のね、値下げ期間があるので、それを狙ってちょっとずつ買ってたらずれてずれて、届いたら まとめてレビューしようかなと思いながらずるずる今まで来ちゃったんですけれども回回か分分に分けてて届いたものをままとめて紹介しますだい,たい私 ZOZO タウンではセール品とかねあとユーズドでどうしても昔のコレクションのやつが。 今はね欲しいけど手に入らないってやつがユーズドで出てたらそれもね買ったりしてますはいジョゾタウンの場合ねユーズドでもまあもちろん自分の送料負担になりますけども返品できるのが多いので、まあ、基本的にも返品できますねなのでよく利用していますはい1点目が帽子ですこちら E- ワールドギャラリーのフエルトハットベージュサイズはフリーですね 中がね、こんな感じになっててこの紐で調節できるようになってます素材はウール100%ですね。こんな感じでかぶってみようはいこんなのうんここにねリボンがついてるやつと迷ったんですけどもまあその e− ハイフのじゃなくていろいろ種類あるじゃないですかでふえるとハッと探しててリボンついてたら可愛い,いなって一瞬思ったんですけどもこれがセールでめっちゃ安かったんですよ。 まあ値段で決めるのね私あんまり好きじゃないんだけどこれが定価が税別で3990円これがねセールで550円の税込みやったんですね安くないですかこれ550円うんでねリボンもしつけたくなったら自分でねリボンを手芸屋さんで買ってきて接着剤つければいいかなと思って買いましたでもねなんかリボンとかねない方が なていうのかな上品な感じに思うかなあとかっこいい系はまあ私あんまりしないけどねないがいいんちゃうかなって逆に今思っててリボンつけずにずにっっとかぶってます。冬でもねやっぱり紫外線対策として私あんまり化粧をしないようにしようというかね日焼け止めも本来は塗りたくない歯なので帽子で紫外線カットし,していきたいっていう意味もあって。 こういういいのね買いましたベレー帽の形が今季すごいね気に入ってるんですけどもベレー帽ってね唾がなないいじゃないですかだから紫外線に、ね、防げないから、まあ、こんだけだけど粒があったらねそれだけ紫外線防げるのでこれでもすごい,いサイズ調節もできるし550円やったらめっちゃ良くないですか、うん まあ値段で安いからってね選ぶのどうかなと思うけどすごいね気に入りましたはいお得なお買い物だったと思いますはい1点目これねで次もうじゃあアクセサリーつながり行こうかなアクセサリーはネックレスを1点買いましたこういうねマンテルがついた超過タイプのパールのネックレスです私ねあの 昔からまあこれ母親の影響なんですけどもパールがすごい好きでカジュアルにつけたいなと思ったけど母親からもらったやつってやっぱりフォーマル要素があるんですね。母親もそんなねあの フォーマルだったら使う機会ないやろうと思って結構淡水パールとか消しパールみたいなねくれたんですけどそれでもねなんとなくいやちょっとすっごいフェミニンによるなと思っててこれねチョーカータイプでこのねマンテルがなんかいい味出しててカジュアルになるなと思って買いましたあとはねこうねコロコロ回っちゃってもこのマンテルって下に見せても全然いいと思うんですよそこがねいいなと思って。 でこれね2つパールの直径が 6mm と 8mm あって私はねすごい迷ってこれはね 6mm にしたんですけどどうかな今思ったら8でもよかったんかなどうやろうでも骨格診断で私はウエーブなのでウエーブさんはなんか繊細な方がまあまあ似合うらしいんですねなのでまあこれでいいかな長さ的にはうんこんな感じでね今ねごっつい ト,ラのトレーナー着てるけどでもねカジュアルにできるかなと思って、ね、今ちょっとピアスがうるさいけどはいこんな感じのネックレスこれはねお値段が2090円ですね特にこれはセールじゃなかったですはいあメーカーねメーカーはこれゴールディーって読むのかな多分そうやと思います下に書いときますねで次が今着てるこのトレーナーですね 今回お洋服は部屋着とかがメインになってます。はい。こちらです。ちょっと後ろ下がろうかな。じゃーん。トラさんのトレーナーなんですけれども、これはデビラボプリント裏着毛トレーナー160センチですね。これデビロックっていうブランドで、 子供服がメインやと思うんですけど、キッズですね。キッズの160を買いました。これね、150とめちゃくちゃ迷ったんですよ。数値がまあ、サイズね、書いてあるから、もう何回も見たんですけど、私はザラキッズでトップ数は160、まあ、アウターは150でいいんですけど、160が多いから、160にしたらちょっとね、大きかったと思う。肩周りなんかで、ね、ここがね、カクってなってるんですよ。 うん、あと長さが長いかなりかなりっていうかこんな感じこんな感じでね今ちょっと全身見せれないからイメージあれかもしれないけど結構私の思うコンパクトに着たいっていう状態よりかはだいぶ長かったんでこれはね150で良かったかなって思いますでもまあ1か8かやし部屋着にするつもりやったから、まあ、これはこれでいいかなと 思うんですすすがわわざわざ返品するほどででもなないいかなって思いますでね同じトレーナーで色違いっていうのかなデザイン違いでもう一個買いましたこちらですねちょっとビンテージっぽいデザインのやつですねはいこれも同じ全く同じかなデビラボ プリント裏肝ト裏レーナーナこれはお値段はねどちらも1007円でした <laughs> 7円ってなんやねんってやつなんですけど1,120円が定価で1,700円だったんですねで素材は表皮が綿100でリブの部分にポリウレタンが5%だけ入ってるんですけどなんかねあの毛玉ができやすいようにリニューアルしましたって書いてたんですよ。で裏肝で裏結構ね こういういあったかそうなんですけどこれもねだからリブの部分じゃないからここも面らしいですなんかほんまに面なんかな,なんか河川っぽいほんと河川っぽいけど面100個って書いてるんですよねだからめっちゃあったかいですっていうか今暑いくらいなんですがこれも160よかったからもしね次。 レビロックさんのキッズのスウェット買うなら私 148cm の身長で150を選ぶと思いますダボダボに着たい人は大きめでもいいと思うんですけど私はねぴっちりコンパクトに着たいので次買い替える時は150を狙っていきたいと思います今回紹介したデザインと色この2つ以外にもめっちゃたくさん種類あるんですよこのトラさんのやつもねここグレーなの私今選んだんですけど 黒かな黒かダークグレーになるのかなそういうのもあってすごいねかわいいから子供っぽいような柄も結構やっぱりあるんですけど大人が着れるようなやつもねありました。あとは バックプリントだけで正面は無地なのもあるからまあ部屋着とかねパジャマにするんやったらキッズ服だけど十分やい低身長さんは特にね選びやすいしなんといってもね1000円で買えるんやったらいいかなって思いますうん、自由とかよりもねひょっとしたら安いかなと思うのではいじゃあ次はパンツですねえー、とね今ね履いてるジャージのスウェットのパンツですスウェットのパンツこんな感じのねこれです、はい はいちょっと太ももがねもちっとしてるからね <laughs> あれなんですけどこれはペアマノンのパンツで毛玉知らずのオリジナルフェイスコットン100がっしり裏肝を10ぶたけジョガーパンツベージュ150です。はい これもね、キッズズサイズでした。160と迷ったんですけどサイズ表の数値見て150でギリいけるかなと思ったらちょっと太ももがねやばかったですよね今うんでも今ちょっとねダイエットっていうかねあ,のあれやっててだいぶね痩せてきた気がするんであのピチピチではなかったんでこれもね部屋着パジャマ兼コンビニ行くぐらいは全然ねこれ着ていっちゃってるんではいこんな感じでちょっと見せ方 1 4 8センチあったら150で全然ねあのぴったりって感じでしたポケットもついてるし裏肝なので機能性もねバッチリかなって思いますこれはお値段は1342円ですねはいお安い買い物でした次オフショルダーのニットですこれね動画で何回かもう着てますねこんなやつ で、オフショルなんですけどガーッとね下に下がりすぎなくてこういう風にピッて止まってくれるやつでこれはねブランドとかねちょっと分かんないあリュルっていうなんかベルーナっていうやつありますよね通販雑誌でそこのやつが ZOZO タウンに出てたものかなこれもセールで買いました元は3900円ぐらいかなのやつが1999円ですねはいこれね パーーソナルカラーにバッチリな色な色んですよ、うん。あとは体型ウェーブさんにオフショルがいいって聞いたのでカシミアニットを探してたんですけどこういう扱いやすいものの方がいいかなと思って私ずっと見てくれてる方は知ってると思うんですけどアマゾンのプライムのワードローブサービスで。 スナイデルのカシミアニットこれより濃いコーラルピンクみたいなやつを試着していいなって思ってコメントでもね似合ってますって言われてそれを買い取りしようかなと思ったんですけどあれね結局ね返品したんですよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと私にとっての質とか価値観の話なんですがそういうカシミアみたいな繊細なもの確かにすっごい上質やなと思ったんですけどもちょっとねシワがつくのが気になって。 あとは、まあ、たまにしか着ないけどすごく丁寧に扱わないといけないなって感じたのでそういう上質素材で丁寧に扱う大事にしたい服っていう意味の「上質」。 質よりもガンガン普段に着て洗濯機でも洗えてなんだろうちょっとの汚れでも気にならないような使いやすさっていう質を重視するかって考えた時に私はね今回こっちでいいかなと思って似たようなオフショルでこっちを買いました。で着て分かったんがこれね素材がポリエステル70アクリル30なんですけどなんかめっちゃあったかいんですよ分厚い。 これ1枚着てたらねここ空いてるんですけど冬の冬の手がまだ冬になってないかちょっと肌寒かった夜夜のね室内でもで、ね、全然これあったかかった、うん、そんなに気使わないからこっちを選んでよかったです。はい、あでね今日はトップスが多いし全身とかあれなので着側はね全身のはせずに最後にねちょっと着てるイメージだけくっつけようかなと思ってます。はい、値段寄ったかな。 値段言ったね1990円で買いましたでその次ですね次もニット紹介書かなこちらのねワインレッッドのタートルネックですこれはねパーソナルカラーガンムシしてる色なんですけど昨日かなちょっと前かな出したアイメイクの動画でも来たしあとは今までのコーディネート動画でもね既に出してるんですけどなんかもうすでに毛玉で着てるかな。 こここれはねニューニューなんとかって書いてるブランド名わかんないごめんなさい下っときます、ね、これねボリュームタートルドロップショルダーニットですあパープルこれ色パープルなんやうん。でこれはもともと2800円ぐらいだったけどセールで801円で買いました。 1>, 1円の1円って何って感じですけど800円やったら全然安いですよね送料200円かかるけどそれでも1,000円やから安い安い素材はレインンポリエステル29ナイロン18これはねもうすでにね動画でコーディネートいくつかやってるけどすごい着やすいし上をダボっとさせたい時に迷ったらこれって感じで着てます ただもうね、パーソナルカラーに最近すごい寄せてるっていうか、気になってるからちょっと大変なと思いながらも、でもね、すごい肌触りも良くて、あったかい。気に入ってます。で、次がねちょっと変わったアイテムなんですけど、めっちゃ気に入ってるアイテムです。じゃんこれ何かわかりますこれね、つけ襟です。でつけ襟って言っても、襟だけピッてつけるんじゃなくて、こういうトップスの内側にまあ下着の上から着て、その上にトップスを着るって感じです。 色々ね今期こう襟がぷわーってなってるピーターパンカラーっていうのかなそういうのが流行ってるみたいなんですね。で私もブラウスを買ってそういう風な着こなししようかなと思ってたんですけどもなかなか気に入るブラウスがないっていうのともともと重ね着が苦手なんでどうしようかなって思った時にあそういえばつけ襟やったら。 安いし、なんかここら辺で、ね、あの、もし,ゃもし,ゃしない、まあ、ここはモシャモシャしてもそのウエストのね私ウエストになんかインすんのがね苦手なんですよだから、ね、その必要がないっていうことあとは袖もねあの重ね着したらなんかもコもコしたら嫌だからそういう嫌なところがないっていうんでこれ買いましたこれはねお値段が1400円ぐらいあったと思います税込みで1429円ですねこれ、スピンズの レース付け襟パールデザインっていうやつです、うん、これねいろいろ合わせてみたけどここの生地が付いてることで襟の形がちょっと広いものに対してもいいっていうかね見えない見えない合わせられるのでそれがないいなと思いますこの襟だけを上からピョンって乗せるやつだとこの辺がね見えたりとかいろいろあるのでそれを考えずに済むって言ったらこれいいかなと 思いますちょっとねね最後にこれも着てみます、ねまあ、ブリブリかもしれないけど私は結構甘々なトップスが好きなのであとはこの白いレフ板効果で顔色明るるく見えるパーソナルカラーがスプリングなんですけども、まあ、紺色とかね暗い色を着たかった時にこれ1枚貼るとパッて明るくなる気がするのでそういう意味でもねブラウス1枚買うよりも付け入れ1,400円の方が安いことが多いと思うんですよ。 GO だったら1400円ぐらいのブラウスあるのかなでも普通にね、ブラウス買おうと思ったらもっとね、値段上がると思うので、これね、ちょっとしたやつでね、使いやすい。うん、本当にね、よかった、これは。後でね、見せます。次ですね、次はラストです。ラストはね、化粧ポーチを買ったんですよ。化粧ポーチ、これです。見えない。じゃーん。フランフランの 化粧ポーチっていうのかな巾着っていうのかなちょっとカメラの角度を変えますねよいしょいろいろ映っちゃうかもしれないけどここにあるのはマイクです、はい、これがですねこうやってガーンとやったらこうほらガチャーって <laughs> ちょっと汚いから見せ方ガチャーってなるんですよこうで私メイクする時に パパパパッパッ,パッパ取りたいんですねでもポーチとかだとこう取ったり綺麗にまたしまう時立ててね収納しないと次使う時にやりにくいじゃないですかでもこれはねバーッと開けて全部こう必要な時にパッパッパッって取れてメイク終わったよってなったらキューってしてベロンって止めてこうやって置いとくだけなのでこれがですねめっちゃいいんですよこの形がねすっごいね気に入りました 結局あのジャストなサイズの化粧ポーチとかメイクボックスとかも今まで多々使ってきたんですけれども結局アイテムが増えたりとか形とかサイズが変わったりしたらその都度考え直さないとバシッてはまらないんですよねそれがストレスやったんでこれだとねもう多少増えても減っても全然関係なくガシャってできるのでまああの細かい性格の人をきっちり並べたい あとは鑑賞よ見せながら収納したいっていう人にはねあんまり向かないっていうか向かないけど私はねこれをもうめっちゃ。 ちょっと使いやすすくてて気に入ってます、はい、これねフランフランだから店舗とかあとはフランフランの公式通販でも取り扱いがあると思うんですけども私の住んでる岡山のフランフランにはね多分ない取扱いがねネットで見たら在庫なかったっていうのとあとフランフランの公式サイトの送料より ZOZO タウンの送料の方が安かったので私は ZOZO で一緒に購入しました。 私のチャンネルでは40代の美容や健康ファッション情報、岡山の地域情報なんかを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストもお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。